にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。さあ、まずレアガチャやっていきましょう。デイリーガチャです。ダメっぽい。神社行きましょう。ラッキーバヌシいきなり来たよ。さあ、これで プレゼントに入りますね。さてと、前回428でもベストバ体重じゃなかったということですね。充実期を迎えたということです。反動が出ないタイプだから順調に調整ができそうということです。夏ですね。凱旋門賞出すかな。アーバンシーホワイトマズラちょっときついな。それかもう思い切ってこれ WBC 使いましょう。そうすれば起点いけるんで、その前にベストの馬体重っていうのがわからんな。もう一絞りか。うん、そうなんだ。430かな、ベスト。おや？あ、しまった。G3。でも、しかもこれ1200やん。うわー、ミスったー。やっちゃったしかも短距離戦だったら スタミナ出遅れ、スピードで出遅れたら、スピードじゃないスタートで出遅れた。スタートなかなか良かったけどな。苦しいな。スタート悪くなかったな。後ろからだけど射程圏内かな。さあ、中を割ってきた。どうかな。6番 APJ が来ている。 APJ にかわされた。ミスター
まあ、G3 なんで、そんなに消耗度は大きくないと思うんで、気を取り直していきましょう。あ、起点かな、次は。ここあえてゲートで行きたいんだけど、まあそうはいかないんだろうな。このまま空き店に行っちゃいましょう。もう一周放牧するかな。さあ、これで入球。そう、オールカマー。今度はちゃんと間違えないように。空き店に登録。カーチさんかな。カーチさん行きましょう。これかな、疲労回復。躊躇してゲートを出る時があると。そうなんですよね。前に行く馬のみなんで、時があるんでしんどいな。430かな、ベストは。元気だね。いい感じだね。ちょっと聞いてよ。いい仕上がりだね。今週はレースがあるよ。気合い十分だね。いい感じだね。はい、何です？430がベスト体重ですね。ではレース行きましょう。一番人気来た。印もいいですね。ツインターボにが一個だけ20丸ですが、その他は型の網走が20丸を取っております。東京競馬場レーススタートです。わ、すごい。さあ、天皇賞秋出走です。さてと、外から2番目ですね。スタートはあんまり良くなかったかな。6番手5番手に上がりました。
第2コーナー左にカーブを取ります。それからもう1頭11番カタノアーバンシー、なかなかいい流れですね。もちろんツインターボ大逃げしてますけど十分射程圏内です。ヤマニーゼファーでシーツを勝ち馬だったっけな。1993年ですからね。これはさあコインつけてます。展開はやっぱり早いよな。やや さあいよいよ勝負どころ直線です。さあってホワイトストーンを捕まえに行く。しかしツインターボが、ツインターボ逃げ切っちゃうとかないよな。そうそうバテそう。後ろからの方は来てる。ていうか捉えきれないぞこれ。なんとツインターボ逃げ切ってしまった。なあほな。しかも、ライシャーニをかわされて3着。なかなかうまくいかないですね。放牧しましょう。はい、というわけですごく残念な結果になってしまいました。次は、好成績上げてくれるといいんですけど、前に行くまでゲートなんていうのはちょっと辛いとこですね。はい、次回もお楽しみにというか、ちょっと弱気かも。はい。ゲーム動画で行こうでした。